し。了解、行きましょう。よろしくね、ジョーカー。ん？ あ、そっか、飛ぶのか。飛びすぎません。これじゃあ、うん、かわいそうになってくる。もろすぎる。ああいう会話は聞いておきたい。押しパでいいのかこれ。連打全く今押してなかった。連打じゃないとダメ。ピート覚悟しろ。お、来た。いつでも行けるぜ。いざ。やべ、力が出ねえわ。力はかける、乗せる。これだ。最高だぜ、うまそう。たくよ、ほらよ、おごりだ。よし、最高。うめえ。体勢を整えたら、みんなお疲れさんだ。あれ好きだわ。どうなんだろうな、モナとノアールがありそうだね。あっという間だな、今過ぎて眠くなる。うん、絶対あるでしょう。ラブラブやし、彼ら暴いてやる。おお、そういう。ボゴー、うるえ。惜しいの。いきます。うん、このぐらい楽勝だよ。良いね。はい、ソーラーパネル研ぎ澄ませ。ねえねえ、なるほど。しかし、黄色いプレス、お、いるね。こいつらあれか、なんかゾロゾロ出てくるやつらだっけ。洗脳されてる。ああ、あー、まあそうだよな。爆発しそうだよな。あっちか。結果30秒で。30秒の飯ってどういうことだよ。じゃあ、こっち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 。
はい。あ。もう一個あんのか。どこ行った？ああ、す。勝利を見せろ。火炎。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。ペルソナ。これでどう？まだやれるみたいね。あ、しまった。ほらほら。あ、あ、ならいいや。ペルソナ。ほら、出た。はめたね。なることもある。体勢を整えたら、オッケー。先を急ごう。せやな。俺も爆発したくなるときあるわ。セルの第二形態みてに。楽な戦闘だったわね。正体を見せろ。あれ、いけんの？リリムタン。あ、いけるんだ。試してみるもんだ。暴いてやる。こっちが有利だ。当てるやつ。切り目から大先生。ずいぶん弱腰じゃねえか。固まれ。ゴーダメらしい、まあ、ハマフンがいいんだけど本当に。いやー安いな。ありがてえ。金よこせ金。股間から出すのやめな。股間から出たね。ありがたい。あ、なんか早いよ。うぅ、俺かーい。やめな、ハレー。似合うな、ハリセン。マジ似合うな。ディアラマねえんだっけ。マジっすか。まあやっとけやっとけ。危ねえよマジで。てかよくあれ一発でいかなかった。やめろー。おおおい、てめえマジで。ふざけた真似を。サポート届け。ありがてえ。攻撃して砕いてしまいましょう。いただいていく。無理だべ。でもクソ、逆になんか固まるからダメじゃん。ハマを抜けねえじゃん。安いんやな。待て待て、トラカーでは。あれ、テンタテンタはぁ、もうパジャマ。やりたくなるよな。カ
かわいい。何かあるはずよ。おりゃというわけでね、大登場。よし、あ、やべえ、なんでアホやろ、一個ずれた。ほら腹叩け、ほら何これやっべ、覚悟の時間だ。腹を叩くぞ。これにしたかったわけ。いや、かかっちまったな、ずいぶん。ホムンクルスも一個使っちゃった。一歩前進だ。なかったわ。2目から強えんだな。その技でまた頼むぜ。メバトラアジスかな。フレイラか。うん、あれにすっか、シャキシャキのハマッコにするか。めまい、忘却、睡眠、空腹。あった方がいいよな。回転戦法、マハコーガ。また話が変わってくんだよな。よっしゃ、もうこれでいこう。終了ね。先に行きましょう。ちょっと待って、月光向こうか。いいスキルではあるけど、いいかな。ありますね。宝箱があるじゃないか。開けるぞ。な、開けよう。お？もちろんさ。お。アルマゲドンロット。よっしゃ。坂本くん。なるほど。いいじゃないか。研ぎ澄ませ。なんじゃと。あ、そっか、あれあれで止めるのか。あれ、ちょっと違う。あれ、そっちから来てる。あれ、こっちに何か。あ、やべえ、やっちゃった。そっか、あれ、じゃあどこだ。あーす、黄色いやつ。ここで止めて、黄色いやつ味すりゃいいじゃない。ねえのか、何か。お、すっ、他なんかないのか。落ち着け、何か見落としがあるはずだ。
こっちは何か。クルスキどっかないのか。ちょっとカットします。わかんねえ。これか。ベキャ。これがこうか。上から行けんことない。行けねえんだな。はい、正体を見せろ。これで負けたら承知しないからな。どうぞ。なんだかかんねえな誰。クマンタがある。アギーか。ヘルソン作戦が狙えるな。マハラギ。あ、そこ当たんねえのかい。やれ、任せてくれ。我は何時ほう。モッツン、元だ。ヘルソン、くらえ。おお。敵の全滅を確認。やるなを整えたら、みんなお疲れさんの。結構減ったな。ん？我が輩らしいスキルだな。どうしよっか。ダメ、枠が欲しいわ。まあこれになるのかな。さて、リアラマでもよかったのかな。力の差が実感できる戦いだったわね。どこかに。これシンクロできんじゃないか。起きすぎでは。起きすぎだろこいつ。できなかったの。あーやべ、しかも囲まれた。ダメなんじゃねこれ。すんません、お願いします。どうもね。ありがとう。二回寝とみりだな。つんまりどころだぞ。意外と硬いな。素直に負けを認めろって。これだな。マカラカでも、いやでもまあいけんだろ。あぶねえ。いけると思っちゃったんだよ。ダッシュで突っ込んでってちょっとディレイかけて丸だな。それでちょっと確認しよう。あぶねえ、マジあぶねえ。こっちは宝箱かな。ジョーカー。あ、ごめんなさい。力運の蛇行。蛇行ってなんか狭間みたいな。あ、これか。色が同じなんだ。これで黄色が止まる。30秒。もう少し休んどけ。あ、ちゃんと出るんですね。うえっちい、うえっちい、おい、おかしい、おかしい、おかしい。判定おかしいことない。うえっ
ウィス。あれは。やるしかねえよな。洗脳されている。ここはペルソナです。ほら、何聞くのかな。社畜ロボ。アギではないだろうから。グネツ。ガール。ジオで。聞こないかな。なんと。これか。どこまで減るか。これで敵を倒せるだよな。メタボン、メタボン。ほら、よう当たったな今。来るねクイーンはあんまりあれ出てんだな、忘れてた。あ、かっこいい。バイクっぽい。彼はもう一人の俺だ。俺も。おお、フォックスの攻撃力 AP4 体ダウンだ。お、じゃあだったら。任せるさ。次行けな。次。おお、な。弱点が狙えるな。他にねえのか。あ、マハブか。マンブラーあんじゃん。どうせなら、あ、いや、でもコスト考えて、いや、でも行かねえ可能性あったんだ。よし、とりあえずいいで。あ、多分余裕で行ったな。次にあるじゃね？ボス出てくんじゃねえか。ん、終わった。ふい。習得、早速使いましょう。格熱ブースだ。どうしようか。これだな。最終的にでもマカジャマとか外すのかな。マハラクカジャいいね。マハラクカジャは絶対にいるからアジスレイだかね。フラッシュボム、マカジャマか。いや、マカジャマかな。んだよ、手応えねえな。こき使われて洗脳されて、あげく叶うわけない我が輩だと戦わされるわけだ。我が輩、人間に戻ってもこんな扱いだけはごめんだぜ。ほら、先進もう。ノワールも暗い顔しないでさ。研ぎ澄ませ。進めば進むほど親父がやってきたことを突き詰められてしまうというか、なんというか。忍ともかんとも。
よし。行くぜ。硬いな、決心が。どうやら。三カ国。あれ？あ。この区画のエアロックってまさか宇宙に出たりしろってこと？控えめに言って死ぬな。あーでも目鼻口を固く押さえて一気に飛べば割と30秒くらい大丈夫らしいよ。人体って破裂とかはしないらしい。意外と怖えなおい。ははってことは、あ、これあれか、もう最後の方だな。じゃああれ楽しいんだよ。セーフルーム発見ね。そうだな。うん。どうすか。ごめんなさい。うっす。どうだ。やべえな、こっち。よし、行くぞ。このままじゃ俺もブラック企業になってしまう。まことさんがだいぶ効いてるな。というわけでまことさん、うむ。ブラック企業。ニトラスとか出てくんだっけ。あれ、あそこか。何かご用ですか。お待たせしました。蹴りがねえとやっぱ落ち着かねえな。より一層の構成に励むがいい。見るのですか。登録を行うのですね。リリムと、このリリムか。まあでもいいか別に。本当にいいのですね。警報中だ。主義より高みを目指すぞ。避け剤ブースターか。避け剤ブースターね。だいぶいい。第一方針、へえ。張り切って心して選ぶがいい。サンダーバード薬師にちゃんか。そっか、サンダーバードできなかったんだっけ結局。じゃあ作るか。今のあなたに必要なものなのですか。うむ。引き継ぐ技能を選びなさい。氷結。んー、じゃあこれでブフーラ、これアダチコンできるようにする。するか。受け継ぐぞ。恐怖率アップ。んでね、じゃあこうだ。完璧。大きな力を授かって生まれてくるだろう。完璧だべ。アダチコン継承。二人とも始めるのだ。綺麗どころを使ってサンダーバードを作る。形が素晴らしいね。強そう。さて、嘆き、モジャの嘆きだよ。いやこれさすがに、さすがにこれはダメ。さすがにダメ。アダチコンやりたいもんだって。今まではよ、よかったけど、さすがにこれは動かせんですよ。リベリオンか。クリリツ、まあ一応持ってたら結構役に立つんだよな。
ジオダか。全体で大ダメ、低格で、さらばだ。電撃ブースター、おい、アジスレイだよ、俺はよ。ブフラでいいよ。さてと、どうしようかな。全然使ってねえな、セタンタとか作ったけど。レベルの底上げするか、そろそろ。魔法が。なるほど、なるほど。ちなみになんかできる？魔がついたね。アヌビスか。クシナだ。これでいいのか？クシナダ姫な。デカラビア大先生。デカラビア大先生使うか？モスマン。モスマンジオとあれか、ハマか。モスマンいいかな。歯もなく負荷もなくといったところですか。こいつか。デカラビア。セタンタ。サンダーバードか。今作ったばっかだからな。じゃあ、これでいいのか。行こう。引き継ぐ技能を選びなさい。多分変わっちゃうけど。これやな。アギだ。あ、物理無効。そうか、物理無効。あー、そっか、物理無効失われちゃうか。まあ、いっか、別に。テトラカンチャージ。もうやりたい放題だ。多分変わる。強大な力を授かって生まれてくるだろう。恋愛か。では始めよう。何になりますかね。ヘカトン。おっと、いささか予定と違ってしまったか。チャージついてよかった。食いしばり覚えるじゃねえか、こいつ。こいつはなんか素晴らしくヘカトンっぽいヘカトンができたな。いいっすね。おい、ヘカトンヘカトンしてるヘカトンできたぞ。合体同士でくっつけるとどうなんですかね。あー、でもあれか、警報、何かご用ですね。次の警報にこの合体したやつ取っとくって。でもそれは関係ねえか。三振合体やってねえんだよな、まだ。これになってやってみよっか今度。囚人、さあさあ選べ。まあ関係ないよね。ああ、っていうか三振合体見たいな。タムリソか。タムリソ作れんだよな。タムソソ猫書作ったべ。猫書なんだっけ。何もデカじゃ持ってる猫書だっけ。ヘルズエンジェル、ヘルズエンジェルね、いいね。あ、デカラビア大先生か。どこまで行ける？瀬戸51か。こいつさ、思考のマガンダ、マダンダか覚えなかったっけ？ホルスいんのか。これで良いのか？ヘルズエンジェルかっこいい。アクセルはあるぞ。くる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 。もうじゃ一旦あれ強いんだけど、俺つけたことねえな、そういえば。あれがね、あればね、ヘルエギゾーストがあればね、最強なんだけどな、このキャラ。このキャラ、メガテン3だと、アギとザンを使うんですよ。あ、
ザンはペルソナでいうとこのガルスね、衝撃っていうのが。やめるのですか？もう終わりか？なんだ。マジ強え。やがけよ。まあ、大僧侶がやっぱすっげえ使いやすいんだけど。さてというわけでじゃあ一旦いいヘカトンができました。